よし、じゃあまあ帰ってビールでも飲んで寝るか。まだ、よしよし、陽子先生に怒られることもないだろう。ではまず足型から見ていきたいと思います。ちょっと文字がちっちゃいので見にくいかもしれませんけれども、一番最初は Fall of the Log、 それからスクーツですね。そんなような動作から始まります。まず最初の4小節ですね。これはまずやってみたいと思います。少し拡大して、足型の方ね、またこれは希望者があればですね、プリント等を電子メール等でお送りしたいと思います。細かく解説しますので、これはあくまで参考にしてくださればいいです。カウントとかもね、書いてあります。こんばんは。こんにちは、ダンサーの内藤です。では早速ね、解説をしたいと思います。3小節目の8でですね、それと、一応正面をね、こちら側に、撮りたいと思います。カメラは少し斜めから撮っております。立体的に映るように少し斜めから撮っております。で、まあ、本当はですね、こういうふうに、真後ろからね、見ると、分かりやすいので、それもいいんですけれども、まあ、一応最後の方でちょっとそういう真後ろからもしておきますが、一応全体的に立体的に見えるようにこちらの方を正面にしますね。では、3小節目の、8番目の音でですね、まあ、手を叩いたりして、みんな足をキックしますね。8、そして1、2、3、4、5、6、7とステップします。そうしたら7の左足にすぐ、これトが入りますので、今度は8ではなくて7とというふうにすごく速く7と1と2とというふうに、7と1と2と、まあ、ここはいろいろ雰囲気的なものもあるので、ちっちゃくてもいいし、かなり大きく移動してもいいですね。正面に対して少し斜め左前になるようにします。もう一回しますね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7と8と1と2、3、まあプレスランジといったりしますね。こういうのを突きランジというのは突き出すということですね。いろんなステージダンスとかボールダンスでも、こういうような形をランジと言いますね。まあ突き出しているような意味なんですけどね、まあ、こういうポーズをとります。今ここで、ワン、ツー、スリーとジグザグ的にステップしたら、フォー、そしてファイブ、シックス、セブン、アンド、エイト、アンド、ワン、アンド、ツー、スリー。で、右足体重で左の膝を伸ばして、正面から見るとこういう形ですね。こうして、で、またこうやって、こういうふうに、ポーズをね、左右変えます。今、正面こちらですから、ワン、アンド、ツー、スリー。そして、フォー、ファイブ。シード2拍ですね。そう、フォー、ファイブ。そして、シックス、セブンで揃えますね。3回目はちょっと早いんですけども、シックス、セブン、アンドか、もしくは、シックス、セブンで揃えて、もう一回同じく繰り返しますので、そして、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。7, 8, 8, 7, and 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and こんなような感じに、なります。今度は正面をお見せしますね。今こうなって、3小節目の8からですね。ですから、8, 1, 2, 3, 45, 6, 7, and 8, and 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, このように繰り返します。8, 1, 2, 3, 4,
7 and 8 and 1 and 2 3 4 5 6 7 and もしくは7でそうですね。これで次の、ところに行きます。ちょっと補足しておきますね。今しましたですね、この、こういう動作ですね。こういう動作は、ジャズダンスとかですね、他のこうダンスでもたくさん取り入れられてますが、こういうのをですね、fall off the log というんですね。log というのは、log in とか log out のログですけど、これは丸太なんですね。丸太に昔記録をしたということです。紙みたいにですね、丸太に記録したということで、そういうことからコンピューターにこうログインするとかですね、そういうことを、log というんですけど、要するに丸太から、fall off は、off は off ではなくて off ですから、何々から落ちるんです。丸太から落ちる。つまりこの動作がですね、こういう丸太に乗って落ちそうになるというようなことから来てるんですね。パッ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 。あまりの方にね、ここにひっくり返ってすると、速い音楽には、ディプシードゥードゥみたいな速い音楽には、転んでしまう。本当にね、転んでしまうかもしれませんので、やや、リンディホンプのようにですね、ややバランスを前にとって、こういうふうにですね、素早くするというようなことも大切ですね。でその後、この、こういう、パッパッパッね、いうのを、スクールと言ったり、書いてありますね。スクール。スクールとは、スクールが、ミニキャブみたいなやつですね。バイク。スクール。かけていくというかね、タッ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 。そして、ポーズ、ポーズと、こういうふうに、なるわけですね。それでは、次の、小説に参りたいと思います。では、次の、4小節に参りたいと思います。1小節は8ビートですね。ホースまたはフォワードランジ。それからブギーフォワードですね。これもちょっとちっちゃいかもしれませんので、説明のところだけ拡大しておきます。こうですね。レッスンの中で十分細かく説明します。後ろに倒れてしまうので、どういう動
作をするにしてもですね、必ず下半身が7ぐらいの強い動き、上半身は3ぐらいのレベルに抑えておくということが大切ですね。では次のところをしましょう。まずこちらを正面にしてします。先ほどの4小節の終わりで、こういうふうに、6、7ときましたね。そしたら、よく出てくるキックボールチェンジします。もうちょっと真ん中にしますね。8と、1とこういう形をします。これも一種の、プレスフォワード前の方に圧縮したランジと書いてありますが、それも結構元気よくですね、6、7と8と1とこういう感じでしますね。左足はヒールにして、右足は曲げて、これが8と1で2、3、叩いても叩かなくてもいいですけど、これは靴を磨くようなアクションにも、見えるので、馬が跳ねるようなアクションと言いましょうかね。それでホースといったり、シューシャインは靴を輝かすということで、靴磨きですね。2、3、そしたらシーと1というふうに左右反対に同じようなポーズをとりますね。シーと5ですね。今ちょっと間違えましたかね。シーと5ね。またシーとというふうに強くカウント叩いてもいいですね。もう一回しましょう。前回6、7と、そしたら8と1、2、3、4と5、そして6、7と左肩の上あたりで手を叩きますね。6、7、そしてここからブギーフォア前の方に、ジタバグストロールなどでもやりました。よくあるパターンですね。ちょっとカメラが外れていけませんので前に行きます。8、1、2、3、4、5、6、7と来ます。そしたらここからまた同じことを繰り返しますね。8と1、2、3、4、5、6、7。また前の最後にカメラが外れそうですけども、今6、7で手を叩きましたから、8、1、2、3、4、5、6、7までステップしますね。では前向きにちょっとやってみますね。前回、6、7ときて、とで揃えます。もしくは7で揃えてもいいですね。6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、そして8、1、2、3、4、5、6、7、8、1ですね。そして2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7いきますね。で、今のところね、ブギーフォア前の方に、ブギーを見て歩くということですが、これは2つほど、いろいろありますけどね、主に代表的なものが2つあって、1つは、スコープウォークといってですね、正確に英語で言うとスクープウォークといって、スクープは日本語で言うスコープのことですから、8、1、2、3、4、5、ヒールでタッチしてステップ、ヒール蹴ってステップというのでですね、これが5、6、7ですから、8、1、2、3、4、5、6、7と来るか、それがですね、だいたいこういうね、もうこういう感じで歩くので、そういう方式でもいいですね。ですから、日本語で今度言いますと、4、5、6、7で手を叩きました。そしたら8でタッチしますね。そして少しヒップロールといって、お尻を回しながら8、1で伸びますね。2、3、4、5、6、7、そして8と1、2、3、4、5、6、7でまた同じように8、1、2、3、4、5、6、7と、こういうふうに、するといいですね。こういうやり方もあります。ですから、
腰を回す、タッチ、腰を回す、タッチ、腰を回す、タッチ、腰を回す。これでもいいですね。これで今、1小節、2小節で同じことを繰り返して、今回の4小節が終わりました。では本日の最後のパートですね、12小節、進みますのでね、全体でだいたい45、6小節あるので、4分の1か3分の、1ですね、4分の1ですね、4分の1ぐらいずつ進むようにしております。ここはアップルジャックスというのですね、それからロック、これは体を揺するということですね、またはハレルヤと呼ぶステップをね、します。ちょっと文字が小さいかもしれませんので、すみません。ちょっと大きく拡大しておきますね、細かい説明のところだけ。ここですね。キック、ボールチェンジが多いですね。では解説に入りたいと思います。では次の4小節をご説明申し上げます。まずこちらも入りします。ここからですね、今、こういうふうに、ヒップロードする方式としてはこう、8 1 2 3 4 5 6 7 来ましたね。そしたら 8 and 1 はいつもする、キック、ボールチェンジですね。キックしてこう、揃えたり、交代したりして、右足をついて、左足にパッと乗り換える。8 and 1。こういうのをキック、ボールチェンジで言いますね。ジタバグストローでもたくさん出てきますが、シムシャムでも出てきますね。このトランキーグルも出てきますが、なぜか右足からの方が非常に多いので、この動作に慣れるといいですね。キック、バッバッ。キック、バッバッ。というね、ステップですね。でそれをまずします。8 and 1としますね。8 and 1ですね。1はほぼ揃えます。ここからアップジャックという、これもよく出てくるパターンをしますが、ちょっと内側といいますか、こういうふうに、ね、膝を内側に締めるようにして、まず1と左足つきます。1ですね。そして2 3 4 5 6というふうに少し腰を曲げてですね、ちっちゃく交代しますね。8 and 1 2 3 4ですね。例えば左足を下げるときは、こういうふうに腰は右に回転させますね。ショーティー上司とは違って腰は回転させるようにしますね。これが今5ですね、5。その時に、腰はこういうふうに回転しますが、肩は腰とは反対の方向に回転させるようにしますので、左に回転させるようにします。腰は右、肩は左ですね。5 6 7まで来ましたら、8をせずにまたキック、ボールチェンジをします。できれば手をいただきますね。少し体を起こして8 and 1、また同じことを繰り返します。ちっちゃくしますね。2 3 4 5 6 7まで来たら、8は少し前進をして、ちっちゃく前進して自分の右手の方を向くようにしますね。右側の方に60度か90度ぐらい回転して、次に、こういうステップに入りますね。ではこの、もっと今度は前の方からですね、説明しますね。先ほど、こういう風がですね、もしくはこういう風で、7まで来ましたね。6 7、もしくは、6 7まで来ましたら、8 and 1、8と1はキック、ボールチェンジしますね。8と1、1で
膝を締めてちょっと内股的にちっちゃく後退を始めますね。で体は少し曲げます。1、2は腰は左回転、肩は右回転といいますか、まあ、肩はほとんどまっすぐにしておいて腰を少し反対にするつもりで十分ですね。そうすると腰と肩は反対に回転します。これ2でしたね。3、4、5、6、7、8、5、1繰り返します。2、3、4、5、6、7はほとんどその場所で7として、8は次のステップに備えて前進しますね。1と8。ちなみにこのアップルジャックというのはですね、やはりウィキペディアで調べて、ちょっと置きますね。まあ、ここに書いてあるんですけれども、大元の動作を知るということが、ね、重要で、まあ、ウィキペディアは一番権威があるのではないかと思いますが、これもですね、まあ、いろんな動画を見るといろんな先生がいろんなポーズで、ね、やっております。前進したりする方も中にいますけど、まあ、題して交代ですね。ちょっと読んでみますね。まあ、一応大元で読んでみますね。アップルジャック、アップルジャックス with feet closed together take tiny steps in place。 これによるとですね、タイニーステップというのはこじんまりした小さなステップを in place、 その場所にしなさいと書いてありますね。足は閉じてですね、そして when stepping with the right foot、 例えば右足をステップするときは let the right kneeCross in front of the left knee、 右足の膝はですね、左足の膝に交差させると書いてあるんですね。前、左足の膝の前。Twisting hips to the left、 ヒップを左にツイストしなさい。With upper body、 上、上半身ですね、 upper body は bend down、 ちょっと曲げてダウンしなさい。 With fingers pointed at the floor、 指はフロアをポイントしなさい、指さしなさいということですね。そして、Twisting shoulders opposite hips、opposite というのは反対ということですから、ヒップと反対に、肩を回します。先ほど説明した通りですね。On the next step, reverse the direction of knees, hips, shoulders. Each step is one count.どれも1カウント、1つのビートですね。そして、まあ、今度左足をするときは反対にしなさいということですが、これによるとですね、もう前進とか後退はないということですね。ですけれども、まあ、多くの人たちがこれは後退で思っておりますので、ね、後退で解説しましたけどもね、まあ、ほとんど同じ場所で1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7とこう来ればですね。そして、8はキックボールチェンジではなくて、前進しますね。じゃあまた向こう正面にちょっと解説申し上げますね。本当は向こう正面、こっちを正面にした方がいいんですけども、次のステップは、8来たら、これはまず、ロックスと変えてあります。ロックスはこう揺するというね、ダンスがこういうふうにステップして戻るような動作を、一般的にロックと言いますね。ROCK で、まあ、岩とかですね、カクテルなとか、ウイスキーのオンザロックのロックですね。揺するという意味があるんですね、ロックね。だから、ステップしつつも次にまた戻ったりするようなことを、まあ、ロックというし、ハレルヤというんですね、このアクションをハレルヤ、ね、ハレルヤというんですね。そしたら今 A1 でこういうふうに来ましたので、この足をこういうふうに開くんですね。これがワンツーです。まず足の方からはワンツーで、またこれも一種のさっき説明しました突き出し、ランジをしますね。ですから、まあ、8割ぐらい体重をかけます。で、左足はじゃなくて右足ね、右足はかかとを上げて膝はほぼ伸ばしますね。1、2、3、4繰り返しです。5、6、7、8とします。で、腕はですね、説明のためにこっち向きしますね。まあ、こんなような感じ、手を持ってもいいし持たなくていいので、肘を胸の高さぐらいでちょっと練習しましょう。こういうふうに振り回します、ね、スイングさせます。まあ、やはり、ジャズダンスなんかでよく見かけるステップですね。こうしたら、ワン、ツー。あまりはみ出させるとね、先ほどの最初の話ではありませんが、上半身の方が勢いづいて、ワン、ツー、スリー、フォーとやると、ちょっと、頭でっかちのようなバランスになってしまって、上半身も重く感じます。
ますので、下半身をどっしりしておきますね。そしてでもまあ明快に上半身もはっきり、ワン、ツー、スリー、フォー、もう一回繰り返します。ファイブ、シックス、セブン、エイト、肘を上げるようにしますね。実際の方向はこっちからですから、アップルジャックが終わった後にワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトですね。そしたら次にもう最後の調整ですね。今度はワン、ツーというふうに上半身を左にねじって進行方向に向き直りますね。ハレルヤをこの方向でやっておりましたが、こっちに向き直ったら今度はフォワードランジというステップですね。この左足を出してやや大きめに出してワンツー、ちょっと反って盛り上がるようなアクションをしますね。こういうのはですね、まあボールルームダンスの言葉ですよね。CBM といってコントラリーボディームーブメント、こういうふうに言いますね。反対側のボディの動きということで、左足を出してるんだけど右腕を出すような感じですね。ねじった感じ、これがワンツーです。あと2歩同様にしますね。スリーフォーファイブシックス、そしてセブンエイトはセブンエイトせずに次のステップに続くので、セブンでタッチしてエイトはキックします。セブンエイトアンドアンドワン、まあショーティージョージにつなぐので、キックボールチェンジをしますね。いつものキックボールチェンジをセブン、エイト、アンドワン、こういうふうにしますね。前を向いてします。先ほど、アップルジャックで下がりました。ファイブ、シックス、セブン、エイト、ハレルヤをします。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ね、3歩を祝ったような大げさな、まあ、これはドランクンセイラーというんですね。ドランクンセイラーというのは、酔っ払った水兵さんということですね。だから酔っ払いのように大げさに歩いて、セブン、エイト、アンド、ワン、ショーティージョージに入るアクションをしますね。まあ、こんなような感じに、なります。以上、ここまで4章カメラからですね、僕のお尻が見えている教室ですけれども、ちょっと復習しておきましょう。ね、一番最初はですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、アンド、エイト、ワン、アンド、ツー、スリー、4、5、6、7、8、繰り返し、1、2、3、4、5、6、7、8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 、1、2、3、4、5、6、さてですね、この前のジータバーグストロール同様ですね、このトランキードゥというのがまあ一体どういうものであるかということをね、少し勉強した範囲で解説しておきたいと思います。やはり自分が踊っているものがね、どういう歴史的な、まあ大げさに言うと由来があるかということを勉強するのも意味があることですね。これらはまあウィキペディアから調べたわけですけれども、フランキー・マニングさんですね。これはもうリンディ・ホップの神様ですね。あのヘル・ザ・ポッピンという、映画にも出ておりますけども、フランキー・マニングさんによる、ジャズダンスの振り付けと
いうことで、1940年代に、ハーレムにあるこのサボイボールルームという、これはダンスホールですね、にて、まあ、お披露目されたというようなことですね。そして代表的な音楽は、エラ・フィッツジェラルドという人の、ディプシードゥードゥルですね、エラ・フィッツジェラルドのディプシードゥードゥル、このディプシードゥードゥルというのはですね、あまり聞き慣れない、まあ、言葉ですけれども、これは、まあ、ちょっとやばい取引とかですね、それから野球なんかできついカーブのことを、まあ、ディプシードゥードゥルということで、まあ、音楽のタイトルですから、こう雰囲気的にですね、なんかそういうふうに、まあ、付けられた名前だということでしょうね。で、当初はですね、タキシードジャンクションという、まあ、有名な曲に合わせて、踊られたけれども、今日は、まあ、上記の、曲に合わせられると、こういうことですね。下の方行きまして、ちょっと汚れてしまいました。僕がコーヒーを飲んだもんですから、シムシャムやですね、ジタバーグストロール同様に、リンディ・ホッパーたちにとっては有名であるということですね。ウィキペディアとかですね、紹介しておきますとですね、こんな風に書かれておりますね、The Trianchi Do is a jazz dance choreography。 コリオグラフィーというのは振り付けという、まあ、ステップのことですね。 It was choreographed by Frankie Manning and first appeared at the Savoy Ballroom in Harlem during the 1940s。 これはさっき読んだ通り、説明した通りですね。 At that time, it was danced to Tuxedo Junction。 これはタキシードジャンクションという曲ですね。 However, many modern day、 しかし、まあ今はですね、最初はこのタキシードジャンクションという曲に合わせて踊られたということなんですけれども、しかし今日の現代的な時にはですね、Performances of the dance use other swing jazz songs、まあ、他のスイングジャズの曲を用いる。 It's most common、 一番一般的であるということですね、普通である。 These days to perform the dance with the song、 次の曲ですね、これに合わせて踊るのが、もう一番コモン、一番一般的であると。 Deep Sea Doodle、 先ほど言いましたですね、 By Ella Fitzgerald Because the dance appears in the Spirit MovesDocumentary film、 この Spirit Moves というですね、まあ実写フィルムですね、これは YouTube で検索してくださればすぐ出てきますが、まあ一種の無声映画みたいなもので、With a playback of the song、 そのまあ歌のプレイバックとともにということですね。 However, the film originally had no sound、 もともとはですね、このスピリットムーブというのは音がなかったんですね、まあ、無声映画というのを言いますか、声が、音声がない映画だったんですね。 And the song Deep Sea Doodle、 Deep Sea Doodle という曲はですね、 Was artificially superimposed、 Superimposed というのは、まあ、文字や音声などを後から付け足すということですね、編集するということですね。 Artificially、 人工的に後から編集したんですね。On that section of the film、 そのフィルムのその部分にですね、後から付け足しをしたということなんですね、この音声をね。まあでもそんなわけで、It was common to Lindy Hoppers like the Simsham、 まあ、シムシャムのように、Lindy Hopper の間では有名だということですね。こちらの方にはですね、また別のまあこうあれなどにはですね、The Trianchi Do Routine is a jazz choreography byペプシー・ベッセル、ペプシー・ベッセルさんによって振り付けられたと書いてありますので、まあ、いろいろ変遷を経たんでしょうね。で、It was originally danced to the song Tuxedo Junction、 タキシードジャンクションによって合わせてですね、このタキシードジャンクションというのもですね、ジャズのページを開いてみるとですね、勉強になりますけども、これはまあその、そういう場所のところにですね、まあ、ジャンクションというのは場所とかですね、そういうような接合とかそういう意味なんですけどもね、まあ、簡単に言うと黒人たちがですね、そのサボイボールルームとかですね、そういうところに行くために、タキシードを働き終わってからタキシードを借りて、まあ、寄り集まった、そういう街角の交差点みたいなところにある洋服屋さんの名前といいますか、まあ、そういうところからタキシード屋さんがある角みたいな、そういう意味らしいですね。 But is now often danced to the Deep Sea Doodle、 まあ、Deep Sea Doodle に合わせて今は踊られると。
If that song is played at swing events、スイングダンスパーティーのようなですね、そういう、ところでその曲がですね演奏されたならば、It's common、それ次のようなことは普通であると That dancers will start dancing the routine、そのルーティンからルーティンというのはまあその足型のことですね、始めるというのは一般的なことだと、こういうふうに書かれていますね。まあ例えばですね、こう友人とか喋っててですね、今度スイングのパーティーやれやすの、うん、やっと画面に開くで来てちょうす、おいで最初にトランキードゥやるんだけども見てまいる、おおほやどえりゃいいがね、観光しとね、みんなを楽しませようとこと、こんな感じですね。なんか名古屋弁で喋ると神聖なトランキードをちょっと、なんか、おちょくってるようで申し訳ないんですけどもね、こんな感じで、まあ、パーティーの最初なんかにですねみんなで踊ると、あんまり、ボールームダンスとかですね、私がやっておりますステージダンスとかボールームダンスにはあんまりそういうことはありませんけどもね、こういうのいいですね、まあ、そんなようなものがですね、トランキードゥラインダンスですね、ジータバーグストロールと同様ラインダンスのようなものだと思ってくださるといいですね。ではまあ今日はここまでにしましょう。頑張ってね、振り付けを覚えましょう。先生に怒られることもないだろう。